皆さんこんにちは、サウスピークの神永です。今日は第一文系についての動画です。ぜひ最後までご覧ください。第一文系は主語と動詞だけで成り立ちます。例えば He smiled、 彼は微笑みました。 I run、 私は走ります。はい、ここで覚えてほしい言葉があるんですけれども、第一文系を作る動詞、つまり目的語が必要ない動詞を自動詞と言います。この自動詞という言葉を覚えておいてください。 He walks、 彼女は歩きます。 Walk は目的語がいらない動詞なので自動詞。 He made sandwiches の made、 made は何を作ったのか、必ず作ったものを後ろに持ってくる必要があります。つまり目的語が必要ということです。目的語が必要な動詞は他動詞と言います。自動詞と他動詞という言葉、しっかり覚えておきましょう。先ほど第一文型は SV だけで文が成立すると言ったんですけれども、 SV だけでは表すことができる内容が限られてしまいます。なので、後ろに情報を付け足すことが多いです。例を見ていきましょう。 I go、 私は行きます。これだけだと情報が非常に少ないので、後ろに意味を付け足します。 To school、 学校に。 He look、 彼は目を向けました。At the girl、 その女の子に。 He came、 彼は来ました。 To my house、 私の家に。このように後ろに情報を付け足します。今回の例文ではすべて前置詞プラス名詞のセットで後ろに情報を付け足しております。で、自動詞には相性のいい前置詞がある場合が多いです。例えば go には to、 look には atcome には to のような形ですね。はい、これは自動詞プラス前置詞の熟語として覚えてしまうといいかなと思います。 go to、 look at、 come to、 自動詞プラス前置詞の熟語で覚えてしまうといいでしょう。それでは問題です。次の文の S と V を見抜きましょう。2文あるので S と V を見抜いてください。大丈夫でしょうか。それでは答え合わせをしてみましょう。We will get to Tokyo at 9 o'clock. 私たちは到着する予定です。東京に9時に。主語は We で、動詞は Will get になります。助動詞があるときは、助動詞と動詞セットで一つの動詞と考えてしまっていいかなと思います。はい、下の文はどうでしょうか。They often talk to their teachers. 彼らは頻繁に話します。彼らの先生と。 they が主語で talk が動詞です。ただ get も talk もここでは第一文型で、前置詞とセットで覚えてしまった方がいいです。 get to で何々に到着する、 talk to で誰々と話す、熟語として覚えておきましょう。先ほどから、第一文型の自動詞と前置詞はセットになることが多いよとお伝えしているんですけれども、じゃあどんな前置詞がセットになるのかというのが気になりますよね。これは辞書に載っているので、辞書の見方について最後に確認していきます。例えば talk、talk と書いてあって右に発音記号が書いてあったりします。で、この動というのは動詞という意味ですね。で、動の隣に丸 G と書いてあるんですけれども、これは自動詞という意味です。他動詞だったらここに丸タというふうに書いてあります。で、下に意味が書いてあるんですけれども、何々について話す、喋るという、この話す内容について言及したいときは about、 of、 on を使いなさいねと書いてあります。例文を見てみましょう。 Let's talk about the meeting next week、 来週の会議について話そう。About が使われてますよね。はい、誰々と話す、誰々に話しかけると言いたい場合は To や With を使ってくださいねと書いてあります。例文を見てみましょう。 I need to talk to you now、 私は今あなたと話す必要があります。あなたと話す、 To が使われております。はい、このように一緒に使われる前置詞が確認できるので、例文と一緒にしっかり辞書で確認するといいかなと思います。それでは第一文型の解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。